ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。ですね、新しく気分を新たにですね、いろいろなその科学的な進歩ですね。それを少しまとめたくなりまして、やり始めたんですけどね。どうしても私、参政党関係で、まだその一つ私進歩したんですよ。で、それをやっぱり言ってからですね、次の展開に行かないと心にちょっとまだ引っかかってるもんですから、で今日は全然参政党関係ないんですよ。全然参政党とは関係ないんですが、私が参政党の行動を通じてね、自分の活動を通じて私一つね、改心したんですよこれがね、私の人生の改心ではね、改心とは心を改めるってことですね。自分の至らないところを克服したんですよ。だからその意味では、本当に参政党の件では、私が参政党にお誘いした人にはね、大変にご迷惑をおかけしたんで、それはもう本当にこう、いつでも謝りたいと思ってるんですが、私自身も2年間非常に苦しんで、そして、変なことになっちゃったんですけども、私自身はこの2年間で、苦しんだだけにですね、大きな改心ができました。それは私の人生の大きなこの進歩って言いますか、心の進歩のうちの一つになったわけですね。ですから今日はですね、ひばりクラブ、僕の改心その5ということでですね、その1から始めなきゃいけないんじゃないかと思うんですが、どうもいろいろこう、この2日間ぐらい考えましてね、改心っていうのは最後から言った方がいいと、いうふうに思いましてね、今日は僕の改心その5ということで、お話をさせていただきたいと思います。リラックスって聞いてください。これは私の人生の経験から来た反省みたいなもんですから。だから皆さん、お聞きになった皆さんにはあまり関係ないかもしれないんでですね、気楽にお聞きいただければいいと思います。約3年前にですね、参政党で立候補することを勧められまして、そして、立候補することを決断しました。その時ちょうどテレビで、立候補の宣言がされた時には僕は病院にずっと1ヶ月ほど入院してましてね。で、病床で聞いたんですけどね。それから2年間というものを私は日本のね、僕は主にやっぱりお母さん、苦労してるお母さんね。それから勉強で苦労してる子供たち。それから仕事をしてるけども、契約上仕事をさせられてて、自分の人生の、こう、なんか理想みたいなのも追えないね。現在のサラリーマン。それから、年を取って年金生活で不安な方。こういう人ね。こういう人に何かはしたいというふうに、非常に強く思っておりまして。それにちょうどいい場を与えられたと思ってですね。私としては、このシートにちょっと書いたように、自分としては正しいと思うことを2年間いたしました。全然恥じることありません。表裏もありません。私は最初は一生懸命参政党というものの存在を皆さんに知ってもらうために猛烈やりまして。それで国民が一人一人が政治に参加することが実に大切だと、いうことを熱弁を振るいまして。それで暑かったり寒かったりしましたね。和歌山のお城の横で演説した時は39度でしたよ。私の演説を隣で立ってた県議会か市議会の方の候補者はですね、やけどしましたね。そのくらい暑かったんですね。だけど私は正しいことをしました。おととしの参議院選挙7月10日ぐらいに終わったんですけども、それまではもう全力を注ぎました。ちょうど退院の後だったんで、30分も演説すると、1時間か2時間はどっかで寝てましてね。それをお世話していただいた各支部の方に本当に深く感謝しております。それで、本部の人は何もやりませんでしたけどね。支部だけね。それから、選挙終わって今度はもう地方選挙、もうなんとかね、こう地方選挙で参政党で立った方々を一人でも多く、やっぱり当選してほしいという気持ちがありまして、9月頃か10月、9、10、11、12、1、2、3、4、5ですね。だいたい9ヶ月。もう地方を山ほど回りましてね。いや、とってもいい思いをしました。自分自身も自分の信念、つまり、これからは国民一人一人が参加してね。主に、かわいそうな人。これはやっぱり火を当てたいと。
まあ、いうことを訴えることができましたから、まあ、これは良かったですね。5月6月ぐらいから去年のね、もうとにかくみんなが苦しんでるんですよ。あの今まで頑張ってきたね、チームの人が、なんか工作員とかね、それから何でしたかね、クーデターとかね、分断工作とか言われましてね、まあ、次々と悔しい思いをして、参政党から離れていくのを、まあ多くのそういう例を見ましてね、これはやっぱりこれまでものすごく頑張って、本当に自分のお金を出し、自分の時間を提供し、自分の労力を提供してですね、しかもこう支部を作れとかね、こういうことやれとか言ったやつをもうとにかく嫌な思いもして、朝早く駅でビラ配ったりね、ほとんどの人がもう見ないようにしてこう避けていくのをこらえてやってたわけですよ。だからここはね、もう一応地方選挙一段落したもんですからと思って、事務局長とかね、まあ本部の会議にまあ数回出ましてね、非常に頑張りました。私が言った意見はたった2つですね。一つは、言ったことをやってください。そうしないと我々が国民に対して言ったことね、つまり、参政党というのはみんなが平等で、党首も自分たちで選び、政策提言も自分たちで作り、全部自分たちでやるんだと、まあいうことを言ってきたんです。もうずっと言ってきたんですね、1年半。ところが規則がどんどん改定されましてね、党大会もほとんどないみたいな状態で、しかも選挙権も党員が党首を選ぶとか、ボードを選ぶとかいうこともできない。何にもできない。ただ、金払ってくれと。それから、無料奉仕してくれっていうなっちゃいましてね。だからその一つは言ったことをやってくれ。二つ目は、政党助成金もらってましたからね、全国政党になって。全国政党になった一つの原因も僕が頑張ったからもあるんですよ。だから私に責任があるんでね、私が偉いとかなんかじゃなくて、私に責任があるんで、政党助成金というのは会が民主的に運営されないとダメってなってるんですね。ですからちゃんと選挙もあり、内部の議論がオープンであり、なんかどっかからお前工作員だって除名されるとか辞めさせられるとかいうことはない。そういうことが政党助成金をもらう一つの条件なもんですから、この二つだけ僕主張したんです。そしたら参政党から反撃したのは、この二つの反撃は全く受けておりませんで、僕に対する反撃は認知症だと、まずね、お金は払ってんだとは、経費払ってもらってましたからね、それから党員じゃないんだと、まあこういうふうに来たもんですから、まあびっくりしましてね、いやそんなことはないっつって反論しました。そしたらそのうちね、僕に反対する人が反対したって何のどうってことないんですけど、僕の審判の人ですね、まあ昔からの友達とか、その人たちが、武田先生は今までね、まあ正しいことを言おうと思っていろいろ信頼性を得てきたと。それなのに、まあ参政党のことなんかどうでもいいじゃないかと。で、僕はどうでもいいと思ってなかったんですね。国政政党でなくてもね、大きな会社でも、やっぱり社会的正義っていうのがなきゃいけないんですよ。あのビッグモーターの事件がありましたよね。ビッグモーターの事件っていうのは、あれ社内で隠しといていいっていう人はあまりいませんでしたよ。ね、人の車を預かって修理するときに、まずその車を壊してから修理すると。こういうことがあっちゃいけないんですよ。これはやっぱりそこの組織の中にいる人でも、たとえ、指揮用、あれ指揮用でしたね。指揮用でもやっぱり内部をきちっと言わなきゃいけないんですね。それはあの、車を壊されてる人が困るからですよ。社会的責任っていうのがね、一企業にもあるんですから、もちろん国政政党、内部のことを暴露したから悪いなんてね、そんな反社社会じゃな、ありません。だそういう信念に基づいてやってましたが、やはり僕の友達とかね、僕に親しい人にそう言われるとね、やっぱり本人としてはちょっと打撃になったんですよね。それで迷いました。そこで僕は最後の自分としては、まあ人生でもう一回ぐらい改心できるかもしれませんが、おそらく最後の改心をしたんですよ。それは何かっつったらですね、つまりここに書いたように、自分は正しいことをしている。反論もないと。だって僕が言ったのは、言ってることをやってくださいっていうことと、民主的にやってくださいって、法律を守ってくださいって二つだけですから。そしたら反論は、私が認知症だとか、公園の金を渡してるのにとかね。それから、なんだ？その他になんか、いろいろそういう個人的なね、全然僕に対する、今でも分かってないんですよ。僕、参政党の本部が言ったことをやろうと思ってるのか。
民主的にやろうと思ってるのかまだ分かんないです。返事が来ないからね。もっとも参政党から返事が来ないっていうのは僕だけじゃなくて、参政党員が随分今まで質問したら一個も来ませんからね。僕も一個も来てません。もう20回もぐらいもいろいろ質問したり意見言ったりしましたけどね。まあ党員の件なんかも含めて、いろいろ話をしましたけど、もうものすごく話をしましたんで、一回も返事が来ないんですよ。黙ってるもんですから分からないですね。しかし僕はもう一つ、なぜか社会はそれを認めてくれないとありましたね。だって僕は正しいことしかやってない。僕は間違ったことをしたと言った人は誰もいないんですよ。今の参政党のこの騒動でね、武田が間違ってることをしたと言ってる人はいないんです。演説が悪かったとかね、そういうことは利権を貪ったとか、それは誰も言ってないんです。ほとんど全員が参政党の悪口を言っちゃいけないと。だってそれは悪口だって意見っていうのはありますからね。内部のことを言うな、これぐらいなんです。今でもそうなんです。それから全然見当外れのことばかり言ってるんですね。僕がなんか例えばこのひばりクラブで専門家とは何かっていうと、全然関係ない武田はもともと嘘つきだとか、そういうふうな全く軸の違うことを言われる。なぜ社会はそうなのかなと思ってね。だけど僕はやっぱり僕の人生は社会に貢献したいっていう人生だったんですよ。最初の原子力から石油がなくなるっていうから、それじゃ原子力、別に原子力やりたかったじゃないんですけど、まあそういう人生でした。だけどこの私、ジレンマをね、暮れに克服できたんですよ。考え込んだんですよ。それはね、僕に親しい人が僕の親身になって、ね、武田先生、これまでで築き上げたね、あなたの信頼を失っちゃいけないと。だから参政党なんか相手にしないで、ね、別に他の活動をちゃんとし直してくださいと。あなたは十分に参政党で頑張ったし、何も悪いことしてないんだから、ね、批判する方が悪いんだから、って言ってくれたんですよ、僕のね、親身の人が。やめようかなと思ったんですよ。だけど、やろうと思った。去年の暮れまでやろう。だから12月30日までやったんですね。今日のこれは参政党の批判でも何でもないですよ。僕の会心の状況を説明してるだけですからね。このジレンマを暮れにね、克服したんです。どういうふうに克服したの？信用を失ってもいい。罰せられてもいい。僕がもし自分で悪いことしたんなら、それは罰せられても構わない。それはしょうがないことだ。自分はするべきことを、自分が正しいと思うことをしたんだから。嘘もついてないし、全くその通り言ってるんだから。だから自分にやっぱり信頼を置いて、そして罰せられるなら罰されようと、こう思ったんです。それがね、12月の20日ぐらいだったと思うんですね。まあ、事件もありましたし、自分はなんであんなに卑猥な心なのか、自分の評判を考えたり、ね、なんかするんじゃない。まあ、特攻隊、僕の特攻隊の発言について非常に批判が厳しい批判もありましたけどね。私が特攻隊というものを例に挙げたのは、その時の僕の心境だったんですよね。特攻隊ったら自分の命を捨てて、自分が正しいと思うことをやったんですよ。それに対してね、僕は自分の評判を考えて、自分の正しいことを捨てようとしてる。特攻隊の人は自分の命を捨てて自分の正しいと思うことをやった。僕は大したことじゃないのに、自分の評判を守ろうとして、正しいことを捨てようとしてる。なんちゅうことだと思いましたね。これは本当に申し訳ない。特攻隊に比べて武田は非常にダメなのに、なんで特攻隊なんか例を出すのかって私のことを非難した人いましたが、その通りなんですよ。それじゃいけない。ね、かつて日本国を守ろうと思って、お母さんお姉さんを守ろうと思って自分の命を捨てた。その人たちから見れば、その人たちがもう僕らの見本にいるんですよね、日本の。にもかかわらず自分が罰せられたり評判が落ちるからつって、自分がするべきことをしないっていうのはこれおかしいとこう思ったんですよ。まあそういうふうにもう本当に思えたのが12月の22日とか3日でしたかね。そしてもう本当ね、それからもう本当に軽やかな、晴れやかな、爽やかな気分になりました。もうガラッと変わりました、その日から気分がですね。だってもう自分を初めてすっかり捨てられました。私、今まで僕の改心っていうんでね、今日はその5なんですけど、その4、その3で、少しずつは進歩してきたんですけど、最後の僕の変な人間としての汚いところが残ったんです。弱いところが。自分の評判を考えて、自分の行動をする。いや、そうじゃないんだ。罰せられてもいいんだ。自分が罰せられるってことは自分が悪いことしたんだから。
別に罰せられようと。腹を切るんなら昔の武士みたいに腹を切ろうと。それは仕方ないんだ。だけど問題なのは、自分がこうするべきだと思うことを素直にする勇気なんだ。というふうに思ったのが、まあ、暮れの12月20、マレさんのところでね、清この夜を歌った時はもう僕の心はさっぱりしてたんですよ。あれが僕が歌下手なのに、清この夜を一応歌えたのはね、やっぱりその気持ちに返ってたからですね。まあ、キリスト教の方に言わせればね、まあ、イエス様が武田邦彦を救ってくれたというふうに言うかもしれませんね。私はまあ、キリスト教の洗礼は受けておりませんが、イエス様は非常に尊敬しております。彼みたいな偉い人間になりたいっていう気持ちは常にありますね。彼はもちろんすごく偉い人ですから、自分の身を捨てて人類を救おうとしたお一人ですからね。まあ僕なんかそこにまだまだ及びつきませんけど、やはり今度の事件を通じてね。で、まあ参政党に、まあ参加した人で僕がある程度影響があって参加した人には誠に申し訳なかったんですが、まあ私自身も、まあ、苦しみましたので、皆さんの悔しさ、苦しみをね、またこの私の改心、その後でですね、まあ、少し分かっていただいて、まあ、これからは僕は、私は未来に向かってね、今日のこれも未来に向かってんですよ。別に参政党の悪人なんて言う気は全然ないんですよ。もう終わっちゃったんです。爽やかな気持ちなんです。だからまあ、昨日までなんかね、今後のね、人類の持続性っていうのがどう考えるかなんていう前向きなことを、ものすごく前向きなことに心が、こう私の心が移っちゃったんですよね。前向きの方に心が移ると多分いい方に行くと思うんですよ。後ろ向きに行ったって絶対いい方には行きませんからね。昨日は晴れ、今日も朝なもんですからね。そういう気分で、今日は僕の改心その5っていうとこから始めました。皆さん本当にありがとうございました。